こんにちは、ゆうほらです。先日の長野の公演の際、こちらをいただきました。ありがとうございます。早速いただきます。2つ入ってますね。ではまずこちら、じゃん、開けてみますね。はい、では中見てみます。お、あ、何か2つ入ってますね。じゃーん。お、なんだろうなんだろう。上田紬。上田紬は江戸時代から全国の着物愛好家に愛され親しまれております。そして現在では伝承された技術、素材を生かして新しい紬織物を各種製造しております。軽くて肌触りのいい歴史と伝統を誇る工芸品、上田紬をご愛用いただきますようお願い申し上げます。じゃあちょっと開けてみますね。あ、これもしかして、これいわゆるブックカバーかな。間違ってた、どうしよう。ブックカバーですよね。こう映像で伝わるかわかんないんですけど、確かにあのなんか着物の素材ですね。すごい、これはなんかね、これで本読んでたらすごい高級な本読んでるような感じですよね。あ、これ嬉しいですね。ね、こう単行本とか結構なんか移動中に、ね、結構今まで読んできたので、大事に使います。なんだろう、こう触った感じが、すごいこうなんだろう、和って感じなのと着物って感じです。あ、これが全国の着物愛好家の方々に、こう愛されている、上田紬というやつなんですね。いいですね。これ大事にしますね。すごく肌触りいいです。じゃあもう一つ。はい、こちら。え、これは、いわゆる、しおりでいいのかな？え、これしおりじゃないのかな？なんか間違ってたらちょっと恥ずかしいな。さっきのこれとうまく組み合わせる感じかな？多分しおりだと思うんだけどな。なんかこういう感じになるとか、違うかな？え、もししおりじゃなかったらなんだろう？なんか俺間違って使ってたらちょっと恥ずかしいな。多分、こうやって使うんじゃないかと思います。もし間違ってたら誰か正解を教えてください。うん、多分、ね。この幅が多分単行本一冊ぐらいの幅になるんじゃないかなと思うんだけどね。あ、何気にここがこう上田紬なわけですね。織物の生地になってますね。こういうワンポイントもおしゃれですよね。ありがとうございます。大事に使います。はい、ということでもう一つこちら、じゃん、なんでしょう。じゃあ、お、今ですね、こっち映してると思うんですけど、その反対側にはですね、公演の際にお世話になった皆さんのお名前が書かれております。これ嬉しいですね。ね、ちょっとお名前書かれてるんで見せられないんですけど、お名前が書いてあるんです。じゃあちょっと中開けてみましょう。おー、なんだなんだ。え、今これが鳴ったの？ちょっと待って、びっくりした。わかった。これを開けば、なんか鳴るんですね。ちょっと落ち着いて開けます。え、どうやって鳴ってんのこれ。君はその友達。ですね、まあちょっとこう、お名前は載ってないから大丈夫かな。こちら、寄せ書きを書いていただきました。ありがとうございます。いや、こう嬉しいですね。この、なんか音楽鳴り出したのびっくりしましたけど、いや嬉しいです、本当に。本当に皆さんメッセージ書いてくださってとっても嬉しいです。いや、これ宝物が増えましたね。いや、ほんと、皆さん、ほんと、一人一人に、ほんとにありがとうを伝えたいです。ありがとうございます。いや、ほんと、感激ですね。ありがとうございます。ほんと、嬉しいです。いや、また長野、ぜひ、行きたいですね。実は、今回が長野初めて行ったんですよ。だから次行った時は、今回ちょっとね、また、翌日にいろいろイベントとかもあったんで、すぐ、とんぼ返りしちゃいましたけど、次行った時は、なんかね、もうちょっと、観光でもして、入りたいなと思います。いや、本当に呼んでくださった、まず代表の方、ありがとうございます。そしてね、皆さんの顔ちゃんと覚えてますからね。うん。だから顔と照らし合わせて今呼んでます。いや、本当ありがとうございます。ずっと大事にしますんで。いや、本当に励みになります。会場着いた時に、もうすでに、準備も完璧で、もう本当びっくりしましたし、本当に皆さんありがとうございます。君はその友達に、なんて言ってあげる。はい、ということでプレゼントありがとうございます。いや、本当に今回はお世話になりました。長野とてもいいとこあったんで、またぜひ行きたいなと思います。いや、本当に、これさっき開けた瞬間、その文字が書いていて、おっと思ったんですけど、いや、その後まさか音楽が流れるとは、いや、思わないです。びっくりしました。でも本当に嬉しかったです。疲れた時は、こう開けて、そのメッセージを読みながら、皆さん書いていただいたものを読みながら、そして音楽に浸りながら、はい、元気持って、もっとまたね、頑張りたいと思います。すべて大事に使わせていただきますんで、はい、本当にありがとうございます。ということで、ゆうほんでした。バイバイ。チャンネル登録お願いします。